戦力拡充計画やっていきましょう。さあ皆さん、剣心影光ゲットした人もそうでない人も、今日もとりあえずデイリー回すかと言って担当画面に行き、350が残っちゃったままうっかりそのまま担当してしまうなんて人は、聡明な視聴者の中にはまさかいませんよね。いませんよね。一番見ようか、毛利くんと手合わせかな、組み合わせると面白いらしいけど、まあ、とりあえずジャージを見よう。まだ動画中で見てない子っていたかな、ちょっと確認。盗聴を埋めるために内番ツッコミ、かわいい。手伝い頑張るぞ。 OHP なんだろうオープイ、なんかちょっとネイティブ風に言ったのかな、なんだろうねこれ、かわいい。おえっ、これも美味しい野菜のためだちょっとリズムついてたね。これって前と変わってる気がする。ちょっと確認確認。俺は浦島小鉄、すまん鳥取藩主鶴は千年、亀は万年。しばらく見てなかったから勘違いしてた。まあ変わったってことにしとこうさて戦力拡充計画行くのに、とりあえず内容はいつもと一緒なんですけども、まあ、レベリングもいいとは思うんですけども、めんどくさいので、とりあえず4に行くまでは、ド派手な活躍、短い刀たちにズッパズッパしてもらいましょう。戦に出るが刀の花よ、ド派手に行こうぜ。もうあの、なんだっけ、秘宝の里とかみたいに、ハグ、何のこと言ってんの、もうあの天丼っていうのはそう何回もするもんじゃないよ、近之助戦に出るが刀の花よ、ド派手に行こうぜ。何を言おうとしたか忘れたけども、まあ、野戦とはいえど、その奥の方から不動雪光担当脇差しがいい感じ。野戦弱体化したとはいえ元々が強いので問題なしに抜っ殺せるでしょう。このすけ、それ鉄台札、油揚げじゃないよ。え、油揚げは暗い中でもやめなさい。さてこのまま3に行く前に3つ目のところはあの竹やぶがあるので、誰かあの竹やぶ通れない子、入りたい子いるかい。太鼓がね、定宗が出たり出なかったり出なかったりするところ。おや、奥の方から太鼓がね、定宗の気配を感じます。ですが竹やぶに注意してください。偽ケビ石が出るよと、そんなに強くないから問題ないよと、ボスは多分ここだよと、ちゃんと折れるイベントだから折りたい人だけ折ろうな、そうでない人は折るなよ。あ、またごじってる、なかなか治りませんね。またうんまいだったね。創作立ち舞台で行ってみた、人にレベルが低そうなうちの太刀で。でここはエア竹やぶはもうありません。もう運だけだけど、逆にエア竹やぶあった方がボスに行きやすいからな。俺は外のことに疎いんだ。ボス泥だからね。報告頼める。聞こうは結構それちゃうんだよな。どうにかならないかな。嫌な空気だ。地味にダメージも食らうからさ。報告頼めるか。ちょいレベルの低いのでレベリングがてらって考えると、たまにアウツなことになっちゃうんで、強いやつらでゴリ押すしかないかな。何か切らなきゃ外にいられないんでな。もうレベリングってよりかは拮抗ゲットと、あと回数の任務をこなすために。これでも実戦向きだね。油断大敵や。パッパと回るっていう。俺が怖いか。押し通す。そういう考えで言った方が良いかね。痛いのは正気。これでも実戦向きだね。油断大敵や。痛いですよ。ほら切る。ダメでしょ、あなたは切らずにガシって使ってブンってしなきゃ。でもって実戦ホニャララホニャララ豚ホニャララをやっつけました。
エロすんまへん。デル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 、亀甲定宗デルデル。ちょっとちょっと、堀川君、ちょっとちょっと裏おいで。こっちにカネさん。あ、来てるよ来てるよ、カネさんこっち来てるから、ここでここここここ、この倉庫にね、カネさんね。ガラガラガラプシャ。え、何何縄を持ち出してるんですか。わ、うわうん、ダメだ。縛ればちょっと亀甲っぽくなるかなと思ったけどもダメでした。まあ、せっかく縛ったんで堀川くんはあのまま吊るしておきます。油揚げはやっぱりやめられない。そろそろドクターストップがかかってもいい頃だと思うんだよな。さて、いつゲットできるかな。おい、あんた。はい。任務が終わったみたいだぞ。そうだね、ありがとう。回数としては600回。うん、うん、ファイトだよ。さ、とっとと戦場へ行こうぜ。うさぎ追いし、かの団子の里。新しいイベントが始まっちゃった。ん？聞こう？何のこと？夜の里山で一口団子をおどんごを集めよう。イベント任務達成で特別な景種。いや、期待しよう。多分ね、こういうね、お月見十五夜的なそういう背景が出ると信じて。最近な、まあ何城とかは言わないけどね、そういう形式で幾度となく何かを裏切られてきたからな。で、これ同じですかね。新たな便利道具、疲労度が回復特大と。へえ、ただ一振りずつと。お団子とか幕の内弁当はね、あの、じゃあ俺梅干し食べる、じゃあ俺だし巻きエビって分けられるし、仙人団子はあの、じゃあ9時から外しますねって言ってね食えるからね、焼き鳥のごとく。まあ俺焼き鳥串のまま食べたいけど、一口団子これをね、ちょっと6等分は難しいですよね。でもまあ2人くらいならいけんじゃないですかね。あのポッキーゲームの要領でね、一口団子ゲームってのをやってもらえれば。で、買うこともできると。主様、うん、今日も幸運を運んできますからね。とりあえずあれを50個買えばいいんかね。幸運の力でみんなを守ります。うさぎ追いし団子の里。おや、優しい、普通、難しい、ちょむず、違うな、ない、1個だけだ。そして難易度1、レベル制限はなし。中秋の夜、とある里山にて異変を察知した時の政府は、さにわたる者に調査任務を命じた。羊先に突如現れたウサギの影、幻惑か、それともその行く先を追った、行く道を追った先に見えるものとは。お団子、期間が10月3日まで。うん何かで周回してた人たちがそのままだね。野戦でいいのかな。本当は装備変えなきゃいけないけど、まあいいや。ここは夜の里山でございます。ここ、何か久しぶりに新規のセリフを言ったような気がします。この里では、刀剣一振りの疲労度を大幅に回復できる一口ドゥンゴを獲得することができます。一口ドワンゴ。出陣時、稀にウサギが出現します。なんかね、ボスマス的なものが違うらしいよ。ウサギを追いかけ探索を終了すると、完了すると必ず一口団子が1個獲得できます。さらに一口ドゥンゴを刀剣男子に与え、イベント任務を達成すると特別な景種を獲得できます。ちなみに団子を刀剣男子に食わせると特殊なボイスが聞けるらしいね。また夜の里山の分岐マスでは、分岐先の住みたいマスを選択することで任意のマスに進むことができます。でも出るとこランダムなんでしょ。それじゃあ別にね、選ぼうがそうしなくてもって感じはしちゃうけど、なんかウサギマークが出るらしい。偵察をお願いします。さて、敵の強さはどんなもんか。戦には慣れてますから。ただ難易度星一つだったからそこまできついやつじゃないと思うけど、なんだろう、サービスイベントかな。行きましょう。サービス、サービス。主様に勝利を運ぶために。お、平和だこれは。
いいね。調子に乗るなよ。このままでよさそうだな。そうだよ。あ、なんて平和なんだ。亀甲探索のマップさ、ね、槍が鬱陶しいってのもあるし、あとやっぱりエアタケヤブがちょっと使っ会ってくれた方が、うん、助かったな。チキン。もうちょい先なのかな。それともここら辺で出ることもあるのかな。警察をお願いします。ウサギ。僕だって戦には慣れてますから。ウナギ。ウナギ犬。そういえばね、公式ツイッター見てみると、行きましょう。お、あれね、主様に勝利を運ぶために、ま、大きい画像を出しつつと、こちらですね。今やってるウサギおいし団子の里、そして10月に新刀剣男子の担当キャンペーン、うわーうわー、そして、10月の上旬に調子に乗るなよ、地下に眠る千両箱。俺はおやダメ型なんかじゃない。この緑色の髪の毛の刀剣男子は新規の刀剣男子ですかね。初めて見るな。うわー、かわいい子だな。そして次に極め、次は何、なんか噂では初期刀とかあそこら辺って聞いたけど本当？本当にござるか。当然だろう、まあ、いい意味で誰が来ても嬉しいです。お、黄色い。ここ分岐マスに到達しましたね。黄色く光っているマスは行軍可能なマスを、表しています。ただし一度通過したマスに戻ることはできません。なるほど、進む方向は注意して選びましょう。どうしようかな。じゃあ今日はね、この方角が吉って聞いたから、まあデマですけど、でもってまた好きな方向に。これはさ、わざと遠回りした方が出る確率はやっぱ上がるってことかな。うさぴょん来ないね。で今度はここに行き、大切に拾っておきましょう。あー、お団子来なかった。幸運の力すげー。一回行っただけでもう疲れてるんですけど、ちょっとスタミナ足りないよ。お、ボスだ。皆さん頑張りましょうね。偵察をお願いします。僕だって戦には慣れてますから。これとりあえず確定で一つ行きましょう。主様に勝利を運ぶために。固定？違うか、ボスマスがランダムか。ウサギもランダム。ダメだよ。ただボスといえどこの程度の強さなんで。ダメ刀なんかじゃない。いいですね、怖くない。でもって主。お、満月。おお、3個やった。さらに、いや、さらにはなかったか。やったね。主様、任務が終わりましたよ。警視だ、警視。さて、これを主様どっから使うんですか。何を買うんですか。あ、団子売ってる。あの、お団子とか幕の内弁当とか今まで使ったことないから、これかな、疲労回復。へえ。これで、あ、これ舞台にいる人に向けて使う感じか。なるほどね。じゃ誰かをちょっと入れないといけないね、任意の誰かに食わせたい場合は。じゃあ誰から食べる。食べたい人。あれ、いないな、みんな遠慮してるな。あー、誰から食べさせよう。お団子好きそうなやつ。迷うね、これは。
はあ、じゃあ頭がとりあえずなんか団子みたいだから。頑張るぞ。頑張るぞい。これ疲労してから使ってあげた方が効率はいいんだろうけども、まあでもこういうイベントだしね、とりあえず聞きたい子の好きな子にお団子を食わせてあげると。僕はもうお菓子なんかじゃ騙されないぞ。ちょろい、ちょろい、ちょろ刀。なるほど、こういう感じなのね。じゃあお団子、誰にあげようかな。じゃあ物吉くんどうぞ。よし、また頑張っちゃいますよ。ほうほう。じゃあ、あー迷うね。まあすぐにいろんなキャラ入れ替えて食わせればいいんだけど、ちょっと大人びてるやつがいいな。なんか可愛い子とかに食わせると、なんか喜んじゃいそうだし。大栗からとかどう？慣れ合うつもりはない。もぐもぐするつもりはないとか。ガキじゃあるまいし。はむはむ。菓子を出されてもな。ガキじゃあるまいし。お前もはむはむはむ。なんかこれ菓子とかはむはむ。お茶ちょうだい。 おかわりって。まったく大人げないんだから。おー、ぴょん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 もん。ぴょんこぴょんぴょんこぴょんぴょん。いた、ここか。あー、資源マスか。思わぬお土産ができたな。しかし、ウサギがいたので捕まえた。もうなんだろう、刀とかでさ、草をなぎながらバサバサバサ。どこだどこだ、ウサギどこだって言って、ウサギの親子が震えてるんだろうな。来たわ、来たわよ。刀剣男子が私たちを捕まえに来たわよと。お母さん怖いよ。あなただけでも逃げなさいって言って、でもお母さんって言ってる隙に、ね、こいつらが見つけたって言ってお団子をゲットと。まあ、つまりこのお団子はウサギの肉を丸め、なんでもないです。じゃあもう真っ赤っかになってっからな、お尻まで。任せとけって。疲れも取れたし、盛り上げてやるよ。エナジーお団子これね、きっと一瞬疲労は回復するけども、その代わりなんか体を削ってるんだろうなってな感じに進めていくと、いや、集めるのは簡単そうだね。敵が弱いから。ほんと今回はサービスイベントっぽいので、まあゆるっとやればいい感じかな。うん、てな感じで次は50個をとりあえず集めて継承を見つつ、いろんなキャラのお団子ボイスを聞いてみましょうの回だと思います。